やべ、腹痛い。大丈夫か。はい。うん、苦味とコクが強い。さすが絞りたて、高級感がある。これガチか。ワニ、レックスのレックスを鬼マジは。ウイスはパーク立ち入り禁止なんだよ。そこがいいんだ。極太の見解としてどういうことだっけ。そうです。何の時間だよ。奇妙な入り口への扉はすぐそこにあるのかもしれません。どうも、極物ダイナマイトコスケです。こちらです。今回はですね、はい、南海トラフ巨大地震のチェーン噴火をご紹介していきますよ。簡単に言いますと、南海トラフ巨大地震が来た時に富士山の噴火が誘発されてしまうのではないかというものです。これ結構有名な話で、はいはい、普通になんか地震とかの第一人者の先生とかが、あ、これは関係ありますって言ってますよね。そうなんだよね、うん、地球なんで結局同じ、うん、これは可能性があるんじゃないかと。はいはい。ということで今回富士山噴火誘発説ご紹介していきます。どうぞ。まあ、そもそも南海トラフ巨大地震なんですけども、今年の1月に国が 90% の確率で来ると発表をしました。はいはいはい。で、まあ、どういうものかっていうと、この南海トラフっていう場所はもう何度も何度も地震が起きてるわけです。とりあえず、はいはいはい、今でもプレートが少しずつ少しずつ下に沈んでまして、はいはい、でこの耐えきれないやつがピーンってなる、これが地震ですね。はいはい。南海トラフにこれがありまして、うん、まあ、これいつかピーンって来るんじゃないかっていうものなんですよ。はいはい。まず最初に言っておくとですね、この南海トラフ巨大地震はもう確実に来ます。まあ、俺たちが死んだ後かもしれないし、それは今後いつ来るかもわからないんだけど、もう絶対に来てしまうと。はいはい。もう確定した未来です、これは。前回この南海トラフで起きた地震っていうのが、はい、昭和南海地震ってやつで、1946年の12月でした。ああ、はいはいはい。これがマグニチュード 8.0 で、この時の地震の死者が1300人ぐらい。だいぶ多いですけどね。まあ、仮に南海トラフが来た場合、現在の日本では32万人の死者が出ると想定されてます。うん。経済に与える打撃が220兆円、途方もない損害だよねっていうことなんだよね。とんでもないです、っていうのが、まあ、確実に来てしまうと、まあ、それはこうね、今みんながこの動画を見ている瞬間かもしれません。そればっかしはね、予言とか云々じゃなくて本当に起きうることだから。本当にね、今こうやって俺たちもたくさん予言者紹介してきたけど、まああいつらにはできない予言はね、到底、全員外れてるんですけど、まああのバカどもは、強いな。はい。まあ、っていうものなんですよ。まあ、今回ご紹介するのは、南海トラフのチェーン噴火と呼ばれているものです。はい。チェーン噴火っていうのはですね、はい、地震が起きた後に近くの山が噴火するっていうことなのよ。うん。で、これはもうね、世界各地で見られています。はいはい。実際に今までこの南海トラフと富士山の噴火が関係してたのかっていう話なんだけど、はい。これ一個実は実例があるんですよ。ほう。それが1707年の宝永地震。はいはい。これがね、1707年10月28日に発生しました。めちゃくちゃ揺れたらしくて、関西はもう壊滅というか、静岡、大阪で震度7、高知も震度7、他のところも6強とか、もうかなり広い範囲で揺れて、もうほんと南海トラフ巨大地震なんですよ。はい。その時の津波が普通に3メートルとか、ある場所だともう20メートル以上の津波が襲ってきたりとか、まあ、とんでもない巨大地震だったと。で、この巨大地震が富士山の噴火を誘発してしまったと。その宝永地震が起きた2ヶ月後ですよね。12月16日、宝永大噴火と呼ばれる富士山の巨大噴火が起きました。なるほど。はい。これ今でもその噴火口がね、ちょっと見えるらしくて、はいはい、穴がぼっこり開いてると。はあ、はあ。どれぐらいすごい噴火だったのかっていうと、はい、富士山の噴火が神奈川で10センチ灰が積もって、はい、江戸で2センチ積もったと。じゃあもうってことは、もし富士山が噴火したら新宿渋谷あたりもちょっと火山灰来ちゃうよっていう。来ちゃう。どれぐらいの影響があるかっていうと、火山灰って数ミリ積もるだけで、まず道路の白線が見えなくなります。で、電車が止まってしまうんですよ。で、あとね、水道とか電気みたいなインフラが止まる可能性があると。はいはいはい。考えられてまして。なおかつ、それが地震が起きて、地震の被害が起きた後に、泣きっ面に鉢で火山も噴火しちゃうっていうことだよね。そういうこと。だから、かなりやばいよね。かなりやばい。うん。今まで南海トラフだけ見られてきてはいますけども、うん、このダブルパンチが来る可能性があるっていうのがちょっと一番最悪の想定というか。そうだね。しかも、来ちゃうだろうしね、高い確率で、これなんでかっていうと、富士山も言うて全然噴火してないんだよね。
溜め込んでんだよ。本来だったら50年に1回ぐらい噴火するんだっけ、うん、そう、なんか聞いたことある。50年から100年みたいな言われてんだよね、うんうん、確かに全然噴火してないもんね。俺らが生まれてからは聞いてないよね、うん、やっぱり。やっぱそれがね、前回の東日本大震災の時に、うん、ちょっと多分影響を与えてるんじゃないかみたいな。あー、もうすでにもう刺激がすでに与えられてるってこと。準備はできてるのかもしれないと。次のでかいのでも、うん、バーンっていっちゃうんじゃないかってことか。そういうこと。なるほど。可能性があります。あ、はい、まあ、しかもこの南海トラフだけじゃなくて、うん、もう世界各地でそのチェーン噴火自体は確認されてる出来事なんで、うん、なるほど、大いに注意しなければならないと。まあ、もしかしたら富士山じゃなくて、はい、まあ、他のね活火山が噴火するって可能性もあるんだけど。あー、はいはいはい。まあやっぱ一番やばいのは富士山ってことで。しかも富士山ととかもありそうだし。あるよ。全然ある。全然あるもんな。別のね他のとこもやっぱ日本いっぱいあるから火山。すごいことになっちゃうかもね。実際に東日本大震災の時に2個ぐらい火山噴火してるんですよね。ああ、そうなんだ。そう。ってことはやっぱり可能性があります。しかも南海トラフに近いから。そうだね。実際その宝永大噴火の時は富士山の近くにあった家が37軒ぐらいマグマでなくなっちゃって、ああ他残りの40個ぐらいの家も火山灰でもう倒壊してしまうと、うん、重さでもうずっと止まないから、本当に止まないから、まずいですよ。だからその時は2週間ちょいぐらい降り続けたと。すごいね、火山灰が。でしかも今回はずっと溜めてるからね。ね、すごい富士山の噴火になっちゃうよね、きっと。多分ね、かもしれないですね。ってことで以上、チェーン噴火でした。まあ本当に来ないのが一番なんですけど、はい、そうとも言ってられないですもんね。マジでそうよ。奥武島らしからぬ、なんか本当にあり得ることなんで、今回に関しては、うん、できることって言ったらあんまないのかもしれないですけど、ね、まあ防災グッズを揃えとくなり、家族との近所の小学校の避難場所みたいのを確認しとくとかもいいかもしれないですね、はい、大事だねそれはね、うん、富士山の近くに住んでる人も本当早く逃げる準備をした方がいいと思うんでね、うん、早めの早めの準備をしておくべきですね。はい、まあじゃあ本当にこのチェーン噴火が起こるのかどうか、国武島の見解をお聞かせいただきたいと思います。はい、ちょっと今までの歴史を踏まえた上で見解を一つ出そうと思います。これはですね、多分起こります。起きちゃうね。起きちゃう。嘘だねって言ってほしかったやろうね。あんまないで、この感じ、うん、この感じはないけど、うん、珍しいっすね。これ多分起きます。起きちゃうね。起きちゃいます、マジで。いつ来るか分かんないんで、ちょっと防災意識を高めておきましょう、うん、来ないのが一番ですけど。確かに、うん、以上、極武島ダイナマイトでした。ありがとうございました。おまけとしてつこなじゃあ今日は真面目なニュースです。はい、アメリカ人の 6% は素手でクマに勝てると思っている。バカだな、やっぱアメリカ人。ですね、はい、市場調査やオンラインアンケートを手掛ける会社の調査によるとですね、クマ、ライオン、ゾウなどの猛獣に素手で勝てると思っているアメリカ人が 6% いることが分かりました。もうそれぐらい屈強な男たちがいるってことだよ。ちげえだろ。お花畑がいるってことなんだよ、頭が。鍛えすぎちゃってそう思ってんじゃん。ちげえって。ちげえよ。違う。どうすか、ちなみにクマ。もう余裕で死にます。猫ぐらいでも負けそう。ああ、弱いね。自信なさすぎじゃない？猫強いよ。クマなんて俺ワンパンよ。あ、そうなの。お前俺が。それそうだ。あとさ、最初。冒頭と最後どういうことなんだよ、これ。中身めっちゃ真面目で、冒頭なんだあれ、これ飲んで、高級な味しますで、最後 6% クマ勝てます。極武島の最初と終わりどうなってるんだと。これ誰のせいなんだと。おめえだよ。これは永遠の謎ですね。ふざけんなよ。以上、極武島ダイナマイトでした。ありがとうございました。